公開練習やってみてですけど、まあ雰囲気なりというかちょっとどんな感じですか。まあそんないつもと変わらないですけど、まあバンク結構軽かったですし、その感触を見て、今日の感じだと傾きってどうですか。そうですね、バックがちょっと向かってるかなぐらいですけど、そこまで気になるような動きじゃないですか。はい、もうちょっと冬場だし吹くかなと思ったらなんか走りやすそうな。そうですね、まあ明日も天気みたいなので、すごく力出せそうな。そうですね、はい、まあ、近畿3人でちょっと周回重ねるみたいな感じでしたけど。そうですね、まあ別に練習なんで、うん、はい、競争はまあ別ですけど、うん、なんかこうお客さんに対して何かあるのかなと。全然ないです。まあ別々にあってもおかしいかなと。まあ練習なんで、はい、なんかガッツポーズをやったりそういうなんか一芸仕込んでやったりするのかなと思ったんですよ。いや故障は何もやらなかったですね。やれるキャラですね。まあ本当に雰囲気味わいながらですけど、一日はまあこの公開レッスンでどういう過ごし方ですか。まあそうですね、まあゆっくり過ごしてますね。特にまあ何もしてないというか、そんな変にしてもあれなんで、ゆっくりしてます。まあいい形で一日過ごして。そうですね、まあ、なかなかそのない形でも、ね、一日空いてから。そうですね、まあ、まあ本場で一から出せる。はい、頑張ります。イメージはちょっと湧いてるんですか、その短期で。うん、まあそうですね、まあ、うん、難しいですけどね、ちょっと短期はいっぱいいるんで、まああんまり候補になりすぎひんようにはとは思ってますけどね。はい、来年からは101期たくさん仕上がってきますけど、101期すごいんだっていうのをまず三谷隆一に見せてもらいたい。そうですね、まあ頑張ります。はい、頑張って。はい、ありがとうございます。